東京医科大学病院は、学校法人東京医科大学が運営する大学病院である。病床数904床。新宿副都心に位置し、病院本館は1986年の完成当時、日本で最高層の病院建築であった。2019年3月に、同式地内で竣工する新病棟が稼働した後に、解体される予定。 2019年4月1日現在1993年に特定機能病院の認定を受けるが2005年の第二外科における医療事故に関わり厚生労働省による承認取り消しを受け指定を持たない大学病院となっていたが2009年に特定機能病院として再承認された2007年4月大学病院として初めて特定非営利 活動法人卒後臨床研修評価機構の審査を受けた。2008年には日本医学教育学会を主催した。2002年10月から1年間に立て続けに心臓弁膜症の手術を受けた患者4人が死亡した。いずれの執刀医も同一人物であるという内部告発があり、それを受けて手術の結果は医療ミスではないかと疑った3遺族が 死亡患者3人のカルテなどの保全を司法に求めた。病院側は当初、手術ミスを否定したが、外部の専門家による調査委員会は、執刀医の経験不足で合併症が起き、死亡という結果に至ったとの報告書を提出し、技術の未熟な外科医に執刀を続けさせた、指導体制の不備などを厳しく指摘した。これを受けて、病院側はミスを認めて、謝罪。 理事長らトップが隕石辞任を表明、担当教授、外科医が辞職した。2003年当時51歳の女性患者が点滴用カテーテルをご挿入され死亡した。女性は平成15年7月、直腸癌の手術を受けるために入院。手術自体は成功したが、栄養剤などを点滴するために首から挿入したカテーテルが誤って血管外に入り、強行内に 点滴液が貯留。脳に十分な酸素が供給されず、意識不明となり、平成17年4月に死亡した。事故をめぐり、女性の遺族らが、学校法人東京以下第2約1億円の損害賠償を求めた訴訟は、大学側が遺族に和解金を支払うことなどを条件に、東京高裁で和解が成立した。新しい建物を作るための建築計画のお知らせが、 2011年11月18日に掲示された。用途は、学校、敷地22,325平方メートル、建築面積1,137.84平方メートル、延べ建築面積16,335.84平方メートル、地上20階建て、地下なし、高さ78.04メートル、着工予定12年3月15日。 完了予定13年8月9日、基礎工法は、場所打ちコンクリート部位、設計は、日建設計、建築は体制建設である。なお、地上8階、地下1階、高さ28.0メートルの建物保過重棟を解体するという掲示も出された。解体期間は、先行解体が11年12月5日から12年4月15日。 後期解体が十三年三月十五日から十四年八月九日である。それぞれアスベストの撤去工事を含む。病院概要東京医科大学病院ウェブサイト、平成二十三年三月十八日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.decn.co.jp スラッシュ。<unt> <d ic j> p イコール4238。 ABCDEF 病院遠隔東京医科大学病院ウェブサイト平成23年3月18日閲覧東京医科大病院心臓弁手術患者4人死亡同一医師が担当毎日新聞東京医科大川が和解金支払い東京高裁で和解成立医療事故訴訟産経新聞ありがとうございます